ミキコの部屋始まるよ。3月21日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。お相手いたしますのは川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストをお迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットするこの時間帯、皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いいたします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。はい、さて今日は祝日、春分の日、水曜日にね、高休日が当たるというのをなんか珍しく感じるのは私だけでしょうか。今日のこの季節ぴったりの元気な、いやパワフルな方々をお招きしております。もう間もなくお目見えになると思いますよ。はい、どちら様ですか？イエーイ。どうぞようこそ。にぎやかだ。おいら お招きしていますよ。はいはい、どうぞどうぞご紹介いたしましょう。ジャザサイズのインストラクターの方々、平千秋さんと川満直子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しい、今日はよろしくお願いします。かなりテンションハイで入っていただ き、はいはい、いただきありがとうございます。はいはいはい、はいはい、それでは一回仕切りましょうね。今日はあの元気なパワフルなお二人をお招きしておりますが、それぞれまず自己紹介をしていただきましょう。ジャザサイズのインストラクターの方々です。どうぞ。では、千秋さんから。はい、ジャザサイズギノワンフィットネスセンター平千秋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、私、はい、私もジャザサイズ、インストラクター、現在那覇の方で私クラスやってますけれども、川満直子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。直子さん、今日ちょっとよそ行きだね。そうです ね、千秋さん崩していこう。はい。ありがとうございます。早速ですけれども、皆さん、あのジャザサイズってご存知ですか？なんかね、道中でよく車に貼ってる方とか、ね、いろんななんか表示見たことあるかと思いますが、うんうん、まずじゃあジャザサイズとは何ぞやと、はい、リスナーの皆さんにご説明いただけるとありがたいんですが、はい、お願いします。はい、じゃあ川満からちょっと簡単に、はい、なこさんから、はいはい、ご案内しますね。ジャザサイズというのはもともとはジャズダンスとエクササイズを組み合わせた造語です。はい、アメリカで発祥しまして、1969年からジャザサイズスタートしてます。はい、日本全国でやってますけれども、はい、内容はですね、1時間の、そうですね、有酸素運動と筋トレを合わせた1時間の、はい、まあ、ダンスフィットネスプログラムとなっております。はい、はい、まあ、そうですね、今現在のかなりヒット曲ノリノリの、音楽に合わせながら皆さんに、はい、踊っていただくというような内容になってます。ありがとうございます。はい、もう私今日個人的にすごくテンション高めなんですけれども、はい、何を学生ね、私実はあの去年の5月だったかな、あの、はい、確かゴールデンウィーク前だったんですけれども、うちのポストにジャザサイズいかがですかみたい なんかあのチラシがあって、おっていうことで、あのちょっと目にしたことがあって、はい、試しって感じであの訪ねていって、はい、現在頑張ってます。はい、ありがとうございます。ミキコさん、とっても上手ですよ。そんなもの、素晴らしい、とっても、ね、ちっちゃい通が入ってくださってもありがとうございます。恐れ入ります。私のジャザサイズに入るきっかけというのはもうあのちょっと遅ればせだったんですけれども、はい、前々から知ってはいたんですね。はい、あの指令もやってたし、うーんってことで、私はずっとジャズダンスとかをやってたので、あ、なんかジャザサイズはなって感じで遠巻きに見てたんですよ。うん、でうちの妹が宜野湾市在住になり、
なんかいつもなんかあの肩にねなんかマットとなんか引き下げていくどこ行くのって言ったらジャズサイズ楽しいよって言ったらっていうことだけをずっと流してたんですね。で、でもあっちのやろうか見てきたらっていうことでちょうどあの千秋さんがやってらっしゃるという技能ワンのあれはフィットネスセンターにあの夜な夜なというかあの夜のクラスを外から実は私見てたんですよ。そうだったんですね、恥ずかしながらというか見られてたんですね。はい、見てましたよ、はい、であのガラスが曇ってる中もう大人数の女性の方々がもう一生懸命踊ってるのを見て、うん、うわ無理と思ってごめんなさい最初はねちょっと無理と思って見てたんですよ、はい、でもやっぱり体を動かしたいなと思った時にそのまあねあの縁だなと思って見てこようと思って近くでやってますってことでそしたらなんか奈子さんのクラスになってるんですけれども、うん、そこに行かせていただいて、うん、まあいい汗をかかせていただいてま す, す、ね、ありがとうございま す, あいますあの先ほど説明にもあったんですけどちょうどこの60分の、はいプログラムの中に有酸素運動あり筋トレあり、はい、でそれこそ私も楽しみにしてるのは曲、うん、あなんか新曲が入ったとか、はい、あ今時の曲なんだなとか、はいまあ、もちろん懐かしい曲が入ってきたりとかも時々ミックスされてるんですけど、うん、毎回行っても同じプログラムってほとんどないじゃないですか。です、ねはい、それがすごいなと思って楽しませていただいております。ありがとうございますでねこれ毎日あるんですよね。なんか月火水木金土まであってで昼夜、はい、ねいろんなクラスがあって、うん、何よりもね私自分の時間に合わせられるのがいいなっていうのが、うん、あの ね普通ねお稽古事だったら水曜日の何時って決めて行かないといけないし、はい、そこに行けなかったらもう今日今週はできないってところが、うん、あ今週はこの日も行けるな、うん、この曜日も行けるなもう逆にあこのジャズサイズのクラスに合わせて仕事も変えちゃうぞっていう気持ちになるぐらいなんですけれども ね, ね、まあ、そういう方本当に多いと思います、うん、ね。でそういう楽しいジャズサイズなんですけれどもあのこのジャズサイズの楽しさっていうのをそれぞれちょっともアピールしていただけたら嬉しいんですけれども、ね、いかがですか。私自身が全く運動をやったことない人間だったんですね、はい、そうなんですね、はい、だからこんなに長く運動続いてるのも初めてなんですけど、それで、まあ、運動できない人間がスタートした、うん、あの立場で言わせていただくと今日初めてっていう人 もう10年やってますよっていう人も同じように楽しめる、そうですね、はい、マイペースで楽しめる運動だなっていうのがとってもいいところだと思います。だからうちのクラスも最高齢70歳ぐらいの方もいますし、はい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 、20歳ぐらいあの17歳の方も来てます、ね、なるほど、はい、じゃあみんなで楽しめるスポーツって感じですね、うん、そうですね。じゃあ千秋さんからどんなですか。ジャズサイズの楽しさってどんな感じですかね。まず曲がすごくいいのと、うん、あと、うんすっごい終わった時に楽しかった、うん、爽快感、うん、滝汗で筋肉がもうすごい使ってるのが分かる。なるほど。すごくこれは本当に素晴らしいダンスフィットネスプログラムになってますね、うん、じゃあそういう楽しいジャズサイズのお話の流れからの1曲目の曲、はい、おすすめ曲皆さんに お届けしましょう。じゃあ1曲目はチャキさんからどうぞ、はい、そうですね、はい、悩んだんですがはい、これにしました。どうぞ今日の曲は1曲目、はい、ハバナのハバナじゃないハバナのハバナの題名がハバナで、はい、カミラ・カベロの曲お願いします、はい、3分ぐらいみたいなので3分ぐらいみたいなの流して CM 行きましょう。飛ばしまくってました。やってる、なんかやってる、動かしているこっち来てください、よかったら行ったるすいません、テンション高くてあの3名様は誰ですか、名前言っちゃいましょう、誰と誰で、さやかさんと、さやかさんと、はい、りせちゃんと、りせちゃんと、アソシエーションのミカさん、じゃあさやかさんとリセさんとミカさんもギャラリーに来てるってことで、リセさんですね、リセ、うん、出ますってことで、ミカさん出るんですよ、うん、大丈夫、うん、今喋っても大丈夫です、うん、入れます、確か
というか美香さんあるの、次の回で行きましょう。あ、来週また来週止めるヤッホーって、あの山形から大吾さんがラジオ聞いてますよって、ヤッホー聞いてくれてるんだ。そうそうそう、山形な、そう山形ですよ、すごいですよね。なんか晴れてきた、いいね、晴れてきましたね、晴れ女ミツコでござる。いえいえ、で曲が終わったら CM 行って戻ってきます。はい、上手ですよ、チャックさん。うそー、ね、すごいね、ほんと。あとはじゃあ、チャッキーの部屋や。なんて言おうかな、今、チャッキーがいても、その人たちにずっとそればっかり、なんて言おうかな。なんて言おうかな、シャイコー。シャイコーで、お願いします。あ、そっかそっか、シャイコー。え、宮古からですか。そうです。私が行った時に、この昨日ね、昨日付けでこっちに届けてくださいって注文して届けました。届きました、はい。そうなんです。まあもうこの辺のものはね、みんな食べてらっしゃるから、なかなか、うん、離島もいいものあるしと思って。そうです、なかなかいいですよ。ありがとうございます。順調な感じですよ。よっしゃ、じゃあ最高齢の方々お話ししたので、こうやってみんな原稿見てたらいいんですか。もう原稿あってないようなもんです。あ、うん、生物なので、うん、出てきたところで喋ってる感じ。なんかやってる、なんかやってるよ、なんかやってるよ。ごえくえしょ、ごえくえしょ、ごえくえしょ。誰がですか。さやかさん。さやかさん、ごえくえしょ。そっくりですよ。そうそう、そっくり。コスプレしてたわけ、あのハロウィンの時。そうなんじゃあ、そっくり。今度ごえく、ジャズサイズのごえくえしょさんをお招きしようかな。喋り方ももそっくり、そっくりです。そうなんですか。あのインスタ、インストラクター歴とかも聞いていいんですか。何年ぐらいですか。何年だろう。数えてる、数えてる。あ、でもすごい。何年、何年。CM でーす。あー、CM1 分あります。私もでも一時期、インと、エアロビクスのインストラクターになりたかった。高校の時とか。でも、選曲編集するの大変そうと思って、ね、自分でやらないといけないから。ふざけとコメントしかしてません。いえいえいえ、楽しみにしてます。ありがとうございます。大吾さん、いつもありがとうございます。ワンワンワン。ジャザサイズのインストラクターにお越しいただいております。お届けしています。本日のミキコの部屋はジャザサイズのインストラクター、平千秋さんと川光直子さんにお越しいただいております。ありがとうございます。なんとですね、今日はギャラリーにも皆さんが駆けつけてますよ。さやかさんと、あのジャザサイズのご育英賞と呼ばれているさやかさんとリセさんとミカさんにもギャラリーに来ていただいております。ありがとうございます。多分聞こえてないのでよく分かってないんですけれども、あのギャラリーも今日は盛り上がってるミキコの部屋です。ありがとうございます。さてさて、前半はね、あのいろんなジャズサイズの話も聞いていただいたんですが、後半も聞きます、はい。お二人のジャズサイズとの出会いってどんな感じだったんですか、ね、いきなりインストラクターにはならないと思う。そうですね、うん、どうぞ、マイクの方で。会社の先輩に誘われてですね、最初は、うん、じゃあ生徒さんだったんですか。もちろんもちろん。そうだったんだ。はい、そうだったんですよ。でちょうど仕事を辞めてですね、はい、あのプータローしてて、はい、プータロー久しぶりに聞いた。言わないね、あんまり言わないかもしれない。その時にたまたまオーディションあるよって聞いて、それが福岡だったんですよ。だから、まあ、福岡まで行ったんですか。旅行がてら、まあ、全く受かるなんて、ま、これこっちも思ってなかったので。でも準備はしていくんですよね、ちょっと、うん、っていうか、まあそ、あ、そうか、生徒さんだったから分かってはいるのか。生徒さん、自分で、うん、行ったらなんか受かっちゃってしまって、なるほど。きっかけそんな感じ。でもやってみたら楽しい、ね、なるほど、なるほど。千秋さんはいかがですか。
私もお友達に誘われて、はい、生徒さんだったんですね。もちろんです、じゃあ美希子も可能性ある？ないもちろん本当ですか？年齢制限じゃないですか？ないですちょっと考えるか違うかぜひ、いやで、あの楽しいジャズサイズのインストラクターをされてるということで、はい、でもね本当にあの老若男女言えてるかな、老若男女が一緒に楽しめる、はい、女性でも男性でもこれ大丈夫なんですよね？大丈夫です。あの最初受付した時になんか健康状態は大丈夫ですかみたいなアンケートが、はい、どんなにきついスポーツなんだろうって私ちょっとびっくりして、でも全然楽しく、はい、ね、休憩も取りながら行けるし、はい、実は最初1回目受けた時はついていけなかったんですよ、はい、恥ずかしながら。これがあったから絶対やってやろうと思って続けたところがある。最初絶対自信はあったので、うん、いけると思った。この60分息はははして自分の足が上がらなくなった時に、はい、悔しいと思って、なんかもう絶対もうなんか休憩なんか取るもんかぐらいの気持ちで。でも休憩を取った方がいいですよね。そうですね、はいはい、そんなね、あの老若男女が一緒に楽しめるスポーツ、はい、ジャズサイズ、皆さんも一度遠くからでもね、まず見ながら ね、はい、行ってみてはいかがでしょうか、はい、と一旦まとめておきましょう。さてこの番組の唯一のコーナーがございます。よかったらお願いします。お、はい、美味しいものをシャイコー。さあ本日はまたまた宮古島から取り寄せました。宮古島のあずき屋というケーキ屋さんがあります。ちょっと住所は私わからないんですけれども、あの、伊良部島があって、伊良部島に伊良部大橋っていうのがかかったんですけども、宮古島のそう覚えていいのだろうか。そうそう、一番近いあのあずき屋という、あの伊良部島の伊良部大橋に一番近い本島側のこのケーキ屋さんですけどね、そこのココアロールというのを今日はお取り寄せしましたよ。ほう、ストーリー寄せ。さてお二人にお召し上がりいただきたいと思います、はい、そしてラジオの向こうの方々にこの美味しさをお伝えください、はい、皆さんに見えますか？なんかね、これさっきから気になってココアのロールなんですけど、小麦粉が使われていないそうで、ふんだんにココアが使われてます。どうぞお召し上がりください、はい、いただきます。じゃあ直子さんから一言いただこうかな、はい、いかがですか、うん、笑いが出る。シャイコー、シャイコー。じゃあチェックさんは、マユー、マユーか。あの白いホワイト、これのなんかねクリームが間にロールされてるんですけれども、ちょっとしっとりしてるから、あの実は冷凍で送ってもらったので、自然解凍、本当に2、3時間解凍しないといけないところを無理やりちょっと今、大丈夫です。なかなかね、あの本当にココアいっぱいで、あの美味しいロールケーキを紹介しております。宮古島より小豆屋さんのココアロールです。そのままご試食あの続けていただきたいと思いますが、その間にもう一曲、じゃあ曲紹介していただきましょうか、はい、お願いできますか。はい、じゃあフールっていう曲ですね、はい、It's and the タートランズっていう、はい、グループですかね、はい、じゃあいきます。これもジャズサイズの曲ですか。です、楽しみですね、はい、お願いします、はい。踊ってない。踊るかなと思ったのに。あと10分？あと10分。そうですよ。うんうんぐらいして。うんうんぐらいして。活動すごくいいってことで、ライブがちゃんと喋ってるっていう6回ぐらい練習してきました。持ってません。6回ぐらい練習してきましたよ。そんなことはないですよ。ミキコさんはこれやってどれくらいになるんですか？この私これジャズサイズ初めてから始めたんです。あ、そうなんですか。逆に始めるからジャズサイズ行こうぐらい締めようぐらいの。7月からスタートしました、この番組。あ、だからまだ1年経ってないですね。そうなる。何かこんな感じで やってない、はい、お仕事ですよ。上手。ありがとうございます。すごい。お褒めの言葉いただきました。ありがとうございます。それ言います。あ、好きなんでラジオが本当に。なるほどですよね、うん、好きじゃない。ラジオ好きでやってたんで、小学校の時からの憧れ。高層33年の番組です。すごい、夢が叶った瞬間っていうか、やりたいと思ってたからやろうと思ってです。恐れ入ります。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次は。ウェブ炎症って言って大丈夫だったかな。大丈夫です。固まってる。え、踊ってる。すごい。
聞こえてるんですか？どこに？聞こえてますよ。あ、そうなんですね。じゃあそれいけるかな。お聞きしています、お届けしています曲はジャズサイズの曲です。タイトルが分かりません、ごめんなさい。ここでバースデーメッセージをお届けしましょう。本日3月21日にお誕生日を迎えるカオルさん、ハッピーバースデー、ありがとうございます。はい、素敵な一年をお過ごしください。321のね、3月21日お誕生日です、ありがとうございます、おめでとうございます。さて、もう残り少なくなってきてますが、ジャザサイズに出会ってなんか良かったっていうことありますか、千秋さん。もうすべてが変わったと思います。あ、本当ですか。はい、すべてが変わったと思います。へー、なんかあの朝早いクラスって何時になりますかね。土日8時、朝8時ですね、うん、ちょっとプログラムが持ってらっしゃるので、はい、ちょっと紹介しましょうか。はい、8時スタート。はい、そうです。わお、土曜日に、日曜日もされてるんですね。そうです。なるほど。土曜、こちらは宜野湾市のフィットネスセンター、私の記憶が正しければガネコ交差点を流大向けというか西原向けで行くんですよ ね。 そうですね。はい、そしてあの富士省も杉野で次の信号ぐらいに角っこにありますよね。はい、そうです。うん、そこに宜野湾フィットネスセンターがあるということで。はい。うん、でそして平日月火水木金が9時半スタートのクラスがあって、はい、で夜一番遅いのは8時15分のプログラム。はい、でこれね、会員に入るといつでもどこでも行けるんですよね。そうです。はい、1日2回やってもいいんですよね。大丈夫です。3回やってもいいんですよね。うん。続く限り。楽しいクラスをたくさんご用意してますという宜野湾フィットネスセンターです。はい、ぜひよかったら皆さんもお足をお運びくださいということで待ってます。はい、千秋さんはいつ行ったらいるんですか。私は日曜日の朝8時です。お、本当、はい、そこは朝早くから行くいらっしゃるんですね。はい、私もぜひ行ってみたいなと思っております。お願いします。ありがとうございます。私も最初で言っておきましょう、この時間30分では多分ジャズサイズの楽しさとか面白さとか素晴らしさがなんか伝えにくいなとは思ってるんですけれども、またぜひお越しいただきたいと思っていますので、今日は2割程度で全然いいです。またお話ししていただければと思いますが、先ほど奈子さんがおっしゃってたんですけど、こちらのこのジャズサイズは1969年でしたっけ。はい、そうですね。で来年が50周年。すごい。はい、これは全世界の規模ですよね、これ ね。 そうですね。アメリカ発祥なので、はい、アメリカで50周年ということで、うん、ジャパン、日本ですと40年になるのかな。ああ、なるほど。はい、まあ、今世界中、はい、約30カ国でジャザサイズされ、はい、行われてます。なるほど。はい、私ちょっと質問したかったんですけども、はい、ジャザサイズって鏡見て踊らないんですよね。うん、はい、先生と対面して踊るんですけれども、ね、これもなんかジャズサイズの特徴かなと思ってたんですけど、はい、なんか意味はあるんですか。はい、そのジャズサイズの奏者がジュディさんっていうアメリカの方なんですけれども、はいはい、最初はジャズダンスのインストラクターを出されたんです。でそれで教えてる途中に、うん、ある日なんかみんなが伸び伸びと、はい、ただ楽しんで開放的になってほしいっていう気持ちで鏡を取っ払ったら、みんなやっぱり自分のこのただただ曲に乗って楽しむっていうことがあって、それがジャザサイズのスタートらしいですね。みんなでもいい顔してますよね、先生の顔見ながら。ね、先生も多分なんか元気ないなとか大丈夫かなっていう心配してる、はい、この顔見ながらのなんか多分進行してると思うんですけども、はい、その辺の心配りがすごくいいなって私は思ってます。はい、はい、ありがとうございますね。なんかでもこれからもね、沖縄各地いろんな地域もう、はい、ほとんどね、なんか市町村多分あるとは思うんですけども、はい、ね、ジャザサイズのクラスがねますます盛り上がってほしいなと思ってますし、はい、ぜひ奈子さんと千秋さんのこれからのますますのご活躍応援しておりますので、はい、楽しみにしております。はい、本日は本当にお忙しい中ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。時間は足りないので NEXT SEE YOU NEXT TIME ですね。 NEXT TIME で、はい、いいですか。はい、もう来週も来そうなんですけどもね。本日のゲストさんはジャザサイズインストラクターの、平千秋さんと川光奈子さんでした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。でもジャズサイズを、ね、楽しく続けられるっていうのはまず自分の、ね、ペースで持っていってほしいなっていうのが多分願いにあると思うので、皆さんぜひお足をお運びください。はい、
毎晩ね過ごしやすい季節になってきましたので、皆さんもぜひいい汗かきましょうぜ。はい、来週も素敵なゲストさんをお招きしていきますので、お楽しみにしていてください。また来週も同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。ちょっと早々ですが皆さんにお別れですよ。では See you next time になりますが、また来週同じ時間同じチャンネルで会いましょう。お相手は川光美希子でした。チャオチベディアモアラプロシマセティマナチャオ。Yeah. Yay. Yay.